FC トルペドモスクワは、ロシアモスクワを本拠地とする、サッカークラブである。同じモスクワを本拠地とするスパルタク、ディナモ、クスカなどと比べて、実績では劣るものの、ソ連リーグ時代は3回優勝している。過去には1958年 W 杯特典王の、ワレンチン・イワノフや、ロシアのペレード・アルド・ストレルソフラが在籍した。クラブは1924年に設立され、 1931年に国営自動車工場アモの参加に入った。ジルの経営難のため、1996年にルジニキスタジアムなどを所有するルジニキ株式会社に経営権が売却され、その時に本拠地もトルペドスタジアムからルジニキスタジアムに移転した。1960年9月2日には日本代表とトルペドモスクワの 初めての試合が当時のソ連モスクワで行われたが、8から0でトルペドモスクワが完勝した。ロシアリーグ移行後は、1993年にロシアカップで優勝を収め、2000年にはイゴールセムショフラの活躍でリーグ3位の好成績を収めた。その後も注意をキープしていたが、2006年、まさかの低迷で一部リーグに降格する。2007年は6位に終わり、 2008年は18位と、さらに低迷。2部リーグ降格が決まっていたが、2009年は、実質4部のロシアアマチュアリーグで再出発を図る。その2009年は、アマチュアリーグで1位となり、2010年は2部中央地区でも1位。2011から12シーズンは1部リーグに席を置く、ことが決定した。ありがとうございます。